柱の男たちっていうのは原罪を背負ってるんです、うん、で何の原罪かっていうと多分人類全体の原罪なんだよね、うん、人類全体の原罪を柱の男たちに一任させてるんだよ、うん、一身に背負わせてるんだよ多分あれって、うん、そう考えると殺す倒すっていう言葉を使うのがよくわかる人柱として生き続けてほしいおー罪だねそうさあ、そんなわけで今回は、はい。ジョジョの奇妙な冒険第2部戦闘潮流第3回目折り返しして、はい。実は皆さん続けて撮ってます。よし。頑張っていきましょう。頑張っていきましょうね、皆さんね。カロリー。まあ今回じゃあ、この第3回目は、何を語っていくのかっていうと、はい太陽に弱い理由を知らない柱の男たちっていうね。なんで彼らは太陽に弱いんでしょうね。出たら死んじゃうんだよね。ほら、チェ出してみて。うん。あっつ、あつ、なんで彼ら知らないんでしょうね、理由をね。言及されないんですよね、この作品の中でね。そうですね。うん。じゃあ言及されないんだったらもう俺が解き明かしてやろうと思って。そんなことできるのか。できますよ。できるんだ。バカにするなよ。さすが。時はパート。まあ今回はそれをメインに語っていきますけども、まずそこまでいきません。修行編から入りますから、ね。はい。面白い概念が出てきますね。うん。波紋のエネルギーをただ使うだけじゃなくて効率的に使うっていう概念が登場しますね。うん。一点集中だって言いますね。うん。行ですね、行。行ですね。行ですね、行。ハンターハンターっていうところのね。これはすごく新しいね。うん、エネルギーの効率化とか節約っていうのは、バビル2世であったんだよ。うん。あなんだけど、エネルギーを体のどっかに集めて、うん、それをした方が効率的で、しかもパワーが出るっていう考え方を取ったのこの人が初めてなんじゃない、うん、すごいな。なんでか全身から溢れる方が強い感じがする。そうそう、するでしょ。うんうん、ドラゴンボール的だよね、そっち。うん。ドラゴンボールと北斗の拳にこの考え方ないんだよ。うん。うん、で、アキラは足りなかし、基本的には。うん、みんな暴走してるだけだからあれだよね。うん。うん、次、リサリサ出てきますね。うん。まあお約束ですけど仮面と帽子をかぶっていて外したら女っていうもうあれ大好きだねみんなねってな感じでまあ修行始まります。柱攻略しました。もう攻略したよ。もう終わったよ、はい、あのシーンは特に見どころない修行だから修行だから、うん、で修行を終えたジョセフに対してリサリサが柱の男とエイジャの積積について説明してくれますと、うん、でここが非常に興味深い、うん、でまあその話をしていく。とりあえず柱の男とエイジャの積積っていうのをちょっと深掘っていきましょう今回ね、うんうん、前々回も言いましたけどこの像ですね、うん、アトラスですね。このアトラスっていうのはなんでこんな雲の表情してるのかっていうと現在を背負っているからです、うん、でおそらく柱の元とか男たちの元絵がこれです、うん、でもう一個ちょっと皆さんに聞いてほしいやつがあってこれ知ってますかね。創世の7日間っていう、はいはい、有名な話です、ね、はい、古代ユダヤ人の考え方ですね、はい、見てほしいのはとりあえず青い部分だけです、はいはいはい、初日神様初日、はい、とりあえず暗闇の中光を作りました、はい、作りました、うん、照らそうぜ照らそうぜっつって言って、うん、で照らしましたよ、うん、でその後空作ってまあ陸とか海を作った、うん、その後4日目神は太陽と月と星を作ったっていうんで照らし続けようぜって、うん、あれ光作った後に太陽作ったのと。太陽は光っちゃう、うん。で、神は6日目に人間を作ったんだよ。ここまで見て、あれと思う部分がある、うん。太陽に弱い吸血鬼と柱の男っていうのは、順番逆転してんだよね、明らかに。おうん、だって、太陽作った後に男女作ってんだから。うんそこの後に生まれたやつが太陽に弱いやつが作る、いるって、もうどんだけ間抜けな作戦と思っちゃうんだよ。作ったそばから死んでいく、うん、作ったそばから死んでいくっつってあれーっつって言ってわし心配したかもって言ってそうつまり作った当初は太陽に強かったはずなんだよ柱の男たちっていうのは。でもいつの頃からか弱くなってるんだよ絶対に。で元人間だと思うんだよあれなんだかんだ言ってもやっぱりそう、ね、人型だから。でなんでかっていうとこれが現在を背負ってるからだと思うんだよね。罪を負ってしまったからお前は太陽に弱くなれって言われて、うん、太陽に弱くなっちゃったっつって言ってね、うんうん、っていうのが多分ね入ってると思うんだよね、うん、これね。で次もう一個なんで俺がこの7日間を出したのかっていうと、うん、このユダヤ人の考え方って太陽は光の増幅器だっていう考え方を持ってるんだよね、うん、だよね。だって光を作った後に太陽を作ってんだから、うん、光っていうものをより強くするために太陽っていうのを多分作って、うん、つまり光学レンズみたいな考え方をしてるんだよね。光ありきなんですね。光ありきなんだよ。
だから太陽から光出てると思ってないんだよね、うんうん、太陽はただ単にレンズとして使ってる増幅器ですよ、うん、ギターで言うとアンプみたいな、アンプみたいな感じだよね、うん、太陽っていうのはね。でこれはまあ後から見ていけば分かるんだけど、エイジャの積積だよね。そうですね、エイジャの積積は波紋増幅器だからね、うん、太陽の光に沿わせるのビンみたいなピーって出るんだよ、ダン、あんなもんも首から下げてると危なくねって思うんだけど、これ危険なもの、あれ危険だよね。あれじゃあ X 面のあれ外したやつ。そう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 そんな意味があるエイジャの積積なんですよ、うん、多分エイジャの積積っていうのはこのイメージだと思うんだよね、うん、このユダヤ人の考え方のもとにこれを作ってるんだと思うんだよね。なるほど。つまりエイジャの積積そのものが太陽という意味があるんだよね、うん、でエイジャの積積はもっといっぱい意味があって、なぜなら十字架が刻まれてる、うん、つまりこれはキリスト教なんだ。キリストの卓形、だ現在を許す、うん、現在を追ってくれた卓形のイメージなんだ、十字架の、うん、だからカーズたちは石仮面の上にこいつをはめて紫外線を浴びれば究極生命体になれる。あ、許されるとか。そう、究極生命体っていうのはそう、今小野さんが言った通り許された存在っていう、うん、なんか聖書でもなんか放蕩息子とかでも神から、うん、神に逆らった子が一回出て戻ってきてまたなんか可愛がられるみたいなのがあるから、ね、そして一回出たやつって絶対強いじゃん。そうそうそう、うん、なんでか強いんだよ、うん、だから多分そんなイメージがあるんだと思うんだよね、うん、これってね。でエイジャはあれですね、アジアですね、うん、であれなんだよ、なんかどっかのバンド、バンドもバンドもアジアってますよ、うん、だし、うん、なんだっけ、なんかのアルバムのエイジアが、うん、エイジャが元ネタになってるって聞いたんだよね。ちょっとごめん、俺詳しくないからそこら辺は、うん、あの詳しく見なかったけど、うん、どうやら話を聞くとあの中国の音楽が聞こえてくる海辺でみたいな、うん、曲らしいんだよね、うんうんうん、で許されたって考えてもいいし、エイジャって言ってるから、うん、俺別宗派に乗り換えたっていう意味もあるのかなってちょっと思ってるんだよね、うん、時はパート。もう一個気になる文面がエイジャの積積を壊しゃいいじゃないかっつって言うんだけど、エイジャの積積を壊すと柱の男たちを名を倒せなくなる、名を倒せなくなるって言うんだよね。つまりなくても倒せんで、うん、倒すことはできる、うん、なんだけどエイジャの積積をあいつらは狙ってきてるから、うん、とりあえず餌として撒いてるんだっていう意味もあると思うんだけど、僕が気になるのはそこじゃない。んなんで殺すっていう言葉使わねえんだ、うん、別に徐々にR指定とかないでしょ多分、うん、大丈夫ですよね。別に殺すとか滅ぼすって言葉をなんで使わねえんだろうなと思うんだよ、うん、なんでわざわざ倒すっていうんだろうな、うん、と思って、俺はちょっと恐ろしいですよ。柱の男たちっていうのは現在を背負ってるんです、うん、で何の現在かっていうと多分人類全体の現在なんだよね、うん、人類全体の現在を柱の男たちに一任させてるんだよ、うん、一心に背負わせてるんだよ多分あれって、うん、そう考えると殺す倒すっていう言葉を使うのがよくわかる。なぜかっていうと人柱として生き続けてほしい。おお罪だね。そう、罪をお前らは背負い続ける一族なんだから、うん、お前らはそのまま生きて人柱になり続けて地底で暮らしとけよっていうのが、うん、おそらく2000年前の人間たちは持ってたと思うんだよね。恐ろしいな、うん、でここまで見ていくと分かるんだけど、これってカーズたちのせいじゃ全くないんだよ。そうだね、うん、つまりカーズたちも血の呪いを受けてるんだよね。そして克服しようとしてんだよ、うん、太陽を克服したいと思わないのかお前たちはって言うんだよね。でこれはジョー・スターもセペリ一族も一緒っていう。なるほど。つまりどちらも血の呪いを克服しようとしてる話なんだっていうのがここでわかる、うん、アニメのオープニングがいい歌詞だったね。あ、血脈に刻まれた因縁にって言ってたのね。あ、うん、まさにこれをまさにこれを言ってるこれの。すごいな。そうだから実はジョー・スター家とセペリ一族の血脈の因縁の話なのかと思いきや、実はカーズたちも一緒だったっていうのが、こちらもありますよ、こちらもありますよっていうのが分かってくるっていうのがこのシーンですね。素晴らしい。でここからカーズたちの戦いに入ってくるわけなんだけど、どん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 この二つは一緒なんだっていうのが演出として入ってくる、展開として入ってくるって流れになっていますね。時はバトル。じゃあ話に戻りましょう、はい、ストーリーに戻りましょう。ジョセフがエジリスと戦うみたいな展開になりますね、この後ね。この戦い面白いよね結構ね、あのなかなか頭聞いててね、あのなんだろうな、記号的な表現みたいなやつもどんどん入ってきてて、あのバトル表現としては非常に面白い表現になってますけど、前々回言いましたけど、はい、
この2部の中で荒木先生は、はい、縦横を反転させる演出っていうのをすごくよく使ってます、うんうんはいはい、でこのエシギス戦あたりからそれがねだいぶ完成されてる。おーあのね自然の流れの中で縦横が反転してることが気にならないんだよ、うん、気にならないまま見れる。で最後まで見終わったとあこれ反転してたんだっていうの、うん、後から気づくくらいな感じに見えるような相当上手くなってるんだよね流れが。でこれね完成した時に分かったんだけど重力があのねじ曲がってんだよ、うん、重力がどん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 回転してるように見えるから、うん、さっきコマでコマの枠線を斜めにすることで不安定感みたいなやつを出してるって話したんだけど実はこの重力の回転によって不安定な感じ出そうとしてる、うん、あのインセプションに近いね映画の、うん、インセプションがドクターストレンジって映画とかに近いね、うん、どん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 もう重力のベクトルがどん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 変わっていくと、うん、何が何だか分かんなくなって没入感があってそして何が起こるか分かんないから不安定な感じが起きてくるっていうのが、うん、この辺りから分かってきますね。次ですねあのまあこれみんな大好きなシーンだけど泣くエシジシですね。一番印象的なシーンですね、うん、ふうすっとしたぜって蝶々不安定かよで擬音すっきりって感じ最高だね、まあ、最高だよあれめちゃめちゃ面白いセリフなんだけど、うん、本当に計り知れない、ね、計り知れないねであのまあ一見理性的なジョセフに対しての感情的な SGC っていう風に見えるんだけど一見ね、うん、でもだんだん見ていくと実は理性的に心をコントロールしてるんだこいつだっていうのが分かる、うん、で心をコントロールできるやつはやべえっていう価値観なんだよこの世界っていうのはどうこれも、まあ、前々回から言ってるけどこの2部の戦いっていうのは力とか技じゃなくて心っていうのが重視されるんだっていうのがもうこれで一発じゃ分かるね。すごいね荒木先生らしいね本当にねこれね。次ねシーザーとメッシーナさんが双眼鏡で覗いてるってシーンあるじゃん。で、メッシーナさんが、そのシーザーの双眼鏡取り上げてバーンってぶっ壊すんだけど、うん、なんでなんでメッシーナさん、あいつが負けたら次は俺たちが戦う羽目になるんだぞ、うん、だからこんなもの見てはいかんって言うんだけど、うん、なんでなんで戦うんだったら見て対策立てろよと思うんだよ、俺は。うんうん、で、これはメッシーナさんがロギンス師範代とジョセフの敗北を直視できない心の弱い人間なんだよ、うん、実は。だから見るなっていうんだよシーザーに対して、うん、で故にしかも、シーザーもそれに納得してんだよね。わかりましたっつって言ってだからあの二人は心が弱いんだよ、うん、でそれを見せた後当のジョセフはにやりと笑って、うん、お前俺の策に引っかかったのよシーシーって言って笑うっていうね、うん、つまりめちゃめちゃ感情的になってるガイアと超冷静なジョセフっていうので対比で見せてこっから逆転劇が始まっていくっていうすっごい上手い見せ方してるのこれね、うんうん、ちょっと俺これ感心したわ。で SDC に勝ちましたって言った後 SDC はなんとかして生き残って、まあ、ジョセフに寄生しようとするんだけどここはちょっとグロ注意です皆さん、うん、苦手な方はシークまで飛ばしてください。はい、はい、完全にフェイスハガーですね、はい、完全に形がフェイスハガーですね。顔にこそくっついてなかったけど背中にくっついてましたけどうわ完全にこれだったな気持ち悪あれびっくりしましたね。だからやっぱり核の部分はエイリアンなんだなと思って、うんうん、どこまでのエイリアン、うん、ジョセフ後ろ後ろどうでまあそれを結局ね倒すんだよねジョセフたちはね。で倒した後ジョセフはなぜか敬意を払うんだよね、うん、こいつの生命に敬意を払うぜ、うん、お前はそんな誇りを捨ててまでも仲間に対してエイジャの積積を届けなかったんだなっつって言って、うん、なぜか優しいんだよねジョセフ ねちょっとね、うん、でこれは SGC がなんでジョセフ優しいのかっていうとこれは SGC が仲間の呪いを解くために全てを捨てて戦いを挑んでるからなんだよね、うんうん、もうだって SGC 自体は絶対死んじゃうんだからファンなんだったら、うんで、それ分かってんのよ、SGC って、うん。でも俺は最後の力振り絞って、仲間を助けるためにエイジャーの積積をスイスイに送るぜっつって言って、やってるわけですね、うん。で、これを見て、ジョー・スター家のジョセフは泣くっていうね。うん、ああ、こいつは仲間のために、そして、
祖先の呪いを解くために頑張ってんだな、頑張ってたんだな、あんたの長い生命に敬意を払うぜっつって言って、波紋ではなく太陽でとどめを刺す、つまり救済を させてあげるっていうね、死という救済をさせてあげることによって、あのエシジ氏に対して敬意を払う女性っていうのが、ね、素晴らしすぎるでしょ。これは入ってますね、すごいねこれね、うん、広ー。なんか、まあ、さっきも言いましたけど、柱の男とジョー・スター家っていうのは一緒なんですよって、うん、運命は結局基本一緒なんで、うん、ただ何かの意図が違ってるだけなんだっていうのが、もうこれがすごい上がるね、うん、うまいな、ヒロ。あ、で次にあの犬を助けるカーズっていうなかなか面白いシーンがあるんだけど、うん、1個はカーズの能力を広めたね、うん、光のモード奇才カットってやつだね。あれなかなかロマン武器だよね、うん、かっこいいよねあの武器ね。あのこっからベリベリっつって言って、なんで犬助けてんのかっていう直前に SH から連絡がないんだよこの人、うん、だからイライラしてんだよね、うん、だから運転者の人間たちを殺してる、うん、あと多分ねカーズ不安なんだよあれ、うん、なんでなんであいつもしやられた、あ、やばいやばい、だって言ったって3人しか仲間いないんだよ、うん、えあいつもしかして死んだのっつって言うところに、うん、犬を引こうとするバカガキが来ると殺すでしょそれはっつって言った、で犬と共鳴してるんだよね、お前も仲間いないんだねっつって言って、だからあれでお前も一人ぼっちなのかの、あれ店内店内なんだよ、寄せやい寄せやいっつって言ってそんな戦地じゃないけどだからカーズ、ここで分かるんだけどカーズっていうのは人間には容赦してないんだけど他の生物には普通に優しいんだよ、うん、でなんで人間には厳しいのかというと自分たちの犠牲の上に成り立ってるから、うん、文明が太陽の上に、そういうことか、今日自分たちの犠牲の上に太陽と共存してる人間だから憎いんだっていうのが分かるっていうね、ドキュアパートってな感じでした、ということでついに次回がラスト、はいはい、ラストは何を語るのかっていうとこれです、と究極生命体は何に敗北したのか、あらららら、なんで究極生命体にまでなって敗北したんでしょうね彼ね、ねえ、うん、なんか最後宇宙でさまよって、宇宙でさまよってね、考えることやめちゃったけど、うん、なんでこんなことになったんでしょうね、うん、っていうことをちょっと考えていきましょう、悲惨ですよ本当に、あの理由はねもっと前にあったんですよ、うん、彼が負けた理由は、あ、うん、戦う前かな、戦う前に負けてたんです彼は、孫子の兵法ですよ、あーですね、戦う前に彼はもう究極生命体になろうがならなかろうが負けるんです、おなんで負けるのか、深寄っていきましょう、はい、てなわけでこの動画を見て柱の男かっけえなと思った方はグッドボタン、よろしくよろしくお願いしまーす。チャンネル登録してくれないなんて。あまりだ